昨日午後5時ごろ、東京新宿区を走る不審な車をパトカーが見つけ、職務質問のため停止を求めたところ、車が逃走したということです。パトカーはサイレンを鳴らして追跡しましたが、不審な車は信号無視を複数回しながら、およそ10分間逃走したということです。その後、車は西新宿にある神社に侵入し、縁石にぶつかって止まったため、警察官が車を運転していた40代の男を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。この逃走や追跡によるけが人はいないということで、警視庁は男が逃げたいきさつを調べています。東京新宿区で警察官の職務質問を受けた男が車で逃走し、神社に侵入した末取り押さえられました。2人の警察官に取り押さえられる男、乗り上げた車止めは壊れています。パトカーを追いかけられている車がライトなぎ倒して山道を突っ切って行くところが見えたんですよ。昨日午後5時過ぎ、新宿区歌舞伎町で車を運転していた40代の男が警察官の職務質問を受け、直後に車で逃走しました。男は信号無視を繰り返しながらパトカーに追跡され、西新宿の鳴子天神社の敷地内を走り抜け、車止めに衝突。さらに走って逃げようとしたところを現行犯逮捕されました。警視庁は逃げた経緯を調べています。